あ、あ、あ、えー、手取り14万、お前が終わってんだよ。久保さん、これでいこうかなと思います。なんかね、久保さんの動画が終わったら、堀江さんの動画出てきて、あの、手取り14万のね、バズった動画が出てきたんですけど、僕におすすめされましたよ。手取り14万、お前が終わってんだよ、みたいな。うん。これね、あの、終わってるとか終わってないとかの問題じゃなくて、何が終わってんのかって僕の見解をお伝えすると、 なんで考えてないですよね。<laughs> うん、なんかその、まあ僕もこれ結構前、2019年か、2年前ですね、これね。<laughs> 多分、今ね、お金を稼ぐ方法っていっぱいあるわけですよ。ね。で、それを知らない。それを学んでいない。ただそれだけなんですよね。なんか給料が安い。給料が安い。給料が安い。いやいやいや。 今、昔と違うよと。た百歩100譲ってね、30年前とか20年前は、わかんないでしょまあ、会社で働いて、給料をもらうしかなかったかもしれないです。でも、30年前も企業ってありましたけどね。でも、今って、もうインターネットもあってね、どこでも情報調べられるし、いろいろできるし、ね、ランサーズとかクラウドワークスとかいろいろあるし、なんかいろんなもう、いろいろあるわけですよ。メルカリもあるし。 <laughs> スマホでで出品できんすよ今スマホ1台で出品できんすよいらないものとかもだから考えてなんか稼ごうと思えばなんかできるはずなんですよでその手取り14万です何もだからそれで文句言ってるわけじゃないですかいやそれをそこの会社を選んだのは自分だしじゃあそれそれ以上にお金稼ぎたいんだったらなんでそれ勉強してないの何でやってないのって話じゃないですか そもそも手取り14万の会社を選んだのは自分だし、なおかつ別に手取り14万だったとしても外部で稼げるよね、今っていう話ですよ。で、それを勉強してない、知らないんだったら、それは自分が悪いわけじゃないですか。このご時世に生まれて。100ポイって戦争、戦後とかね、40年前とかに生まれてたらネットもなかったし、それは、そのね、就職先で給料が決まってしまうかもしれないですけど、別に今なんかは、 あれですよあのいや本当にありますから本当に多分ねこれを言ってんのは多分ね考えてないだけだと思うんですよね考えればだってスマホでも検索できるじゃないですか、まあ、スマホ持ってると思うんですよね手取り14万でも、うん、いくらでも今情報って探せるのであとはそこに対してやるかやらないかだけですよねうん だからその、なんだろうな。うん、まあ、思考停止ですね。本当に <laughs>。だから、まあ、あの、やっぱみんな考えてないんでしょうね。本気で。うん、お金のこと。どうやって収入上げるとか、どうやって稼ぐか、どういう稼ぎ方があるのかとか。で、考えたあとはやってないんでしょうね。考えるし、やるしっていう。 うん、そう7なんでしょうね。いってらっしゃい。